ともとはその三輪そうめんからあの来てるわけですよ。三輪そうめん奈良のね、はい、1833年に天保4年にここへ来て半田藩台伝わってきて、それでここあの赤川が初めてそうめん始めたと。3時半に起床しまして、で4時からね練り切っちゃう機会があるんですよね。でそれで、私のところに大体3袋見袋用の機械があるんですよ。それで大体40分練るんです。40分練ってそれが練り終わったら、あと面圧機って機械があるんですよ。それはあの生地を鳴らす機械なんです。それで30分鳴らしまして、それでその後板着っていうあのその暑いですよ、初めね、こんな暑いんですよ、こんな暑いんですよ。それを順々に7回から8回ぐらい通して薄折りしていくんですよ。でその板着の最終工程でこのぐらい の丸にする、まあ、最終の工程があるというか、それで丸にして桶に丸にして巻いて、でそれが終わったら大体1時間半ぐらい寝かしてっていう。でその次に荒寄り湯で それをこのぐらいの太さになると、もう半分ぐらいの太さにしてまたこう桶に巻く。移動巻きって機械があるんですけどね、それが終わったら次はもう一番細いんですけどね、このぐらいの細さにね、細さにしてそれで桶に巻いていて、次は掛け場っていう機械があるんですよ。それがこの8の字に掛ける機械、ガチャガチャって8の字に掛ける機械があるんですよ。8時間かけて2時間ぐらいして置きまして、寝かしまして、その後小引きって工程があるんですよ。小引き、小さい引くという小引きね、それ伸ばす前にこういう旗に伸ばす前にこのぐらい の長さでちょっと引っ張っておくわけです。小引き工程、それで引っ張って、それもそれから2時間寝かして3時頃にこのように伸ばすわけです。角も一つするわけ。もちろんどうしても天気の状態によって、もうでけん場合はもう中で伸ばして、中で干します。まあ、ざっとしたまあその流れなんですけどね。
伸ばした状態で一晩寝かして、それで明くる朝またきちんと乾燥して、それで裁断して。音がすごいですね。うん、音でも乾いてるか乾いてるか分からない。切る感覚でね。これがもう頭の一番上の紙鉢っていうんですけどね、紙鉢、この一番上の紙鉢ね、これが一番太いところ、紙鉢、その次この太め、この次の上から2345と4つね、2345、これがこんだけ4つが太めで、これ、まあ、宇宙の場合は L、L、M、S と3つに分けてますけどね。これが中年普通中太で、これがここ中太でね。ここが一番細いところ。細口、まあこれは正面用語ですけど、細口言うてね。この一番下がここが下鉢って言うんです、これ。鉢ってあるカタカナでも下鉢って。あのバチである、そう、あのあれ、三味線のバチね、あれと言うと、バチバチ言うんですよ。そうですね、もう第一にその色ですよね。色がもう真っ白になりますのでね。なんか昔ちょっとこの方面漂白したのしてますから、なんかこんなやり方もしたんですよ。まあ、それと伝票してはやっぱりその、今だったら寒風とか、それからもう水も違いだろうし、まあそういうのが特に違うと思うんですよ。で、もう日が当たるでしょ。当たったとこだけ早押し色になるんですよ。こう、まあ、今もう夕方ねあれですけど、ただこう回してやらんとね、火が当たったらもうすぐ白になりますので、だからそのまだらになるんですよ。だからそれをなまだするためにこうくる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 回さないかんですよ。うん、だからまあ人の目もあるし、まあそういうのも切れたりしますよ。それはもう塩が合わんかったりね、その時の天気に塩が合わんかったりしたらもう。それは当然悪いときもありますけど、こんな寒いときに塩がちょっと効きすぎとったらどうしても伸びんようになるし切れたりします。反対に暑いときにぬくいときに塩がちょっと甘かったらまたこれは伸びすぎて、だからそのためにもう天井を上がって、その湿度と温度と見てからやるんです。天日干しをね、まあ、昔から伝わってる天日干しを、まあ、いつまでできるか分かりませんけど、まあ、一生懸命頑張って残していきたいと思っています。